商品をご所望でしょうか。こちらの方ありがとうございます。まだまたいつでもご利用ください。黄色い髪にオレンジ色の服。すみません、あなたが渦巻ナルトさんですか。え、ああ、うん、俺は渦巻ナルトだけど。やっと見つけました。これ、あなた宛ての手紙です。お、俺に手紙？これってば、新しい親ができたあの子の手紙か。へえ、元気でやってるみたいだな。こっちまで嬉しくなるってばよ。そうだ、俺もなんか返事を書こった。どう返事したらいいかな。悪いんだけど、この手紙を送り主に届けてくれねえかな。ええ、いいですよ。それじゃあ私はこれを届けに行きますが、返事が来たらお知らせしますね。そんじゃ頼んだってばよ。わかりました、お任せください。いいところに来たな、ナルト。ん？お前にやってもらいたい任務。それも極めて重要な任務。重要な任務？何？何？オロチマルのアジトをもちろん覚えているな。あのサスケと対峙した場所だ。え、ああ、うん、もちろん覚えてるけど。それでそのアジトがどうしたんだ。うん、実はな、今回あの場所を再捜査することになってな。そこで一度アジトに侵入したことのあるお前をこの任務に当てようと思っているんだが。分かったってばよ。その任務、この俺が引き受けた。では早速草隠れに向かい、オロチマルのアジト内部の調査を行ってくる。そこでオロチマルとサスケにつながる情報、もしくは道具を入手したら私まで報告するように。いいな。よし。班の編成を変更しますか。どのような支援は誰に任せますか。それと支援は誰に任せますか。
支援は誰に任せますか？それで支援は誰に任せますか？それで支援は誰に任せますか？わかりました。そのように指示を出しておきます。また今度来てください。何度来ても不気味な場所だってばよ。よし、とりあえず一番奥に行ってみるか。ここが最深部だよな。じゃあ隅々まで調べてみるってばよ。サスケの情報があるかもしれねえし。ん？なんだこれ。鍵だよな、これ。でもなんでこんなところに鍵が。これは一度綱手のばあちゃんに見てもらった方がいいな。一旦木の葉に帰るってばよ。
ったか、ナルト。それでどうだった？あいつらにつながる情報は入手できたか？ばあちゃん、これをアジトで見つけたんだけど。どっかの鍵なのかな。前にサスケと会った場所で拾ったんだけど。サスケと会った場所か。だとすると俺はサスケが落としたと考えることもできるわけか。サスケが？もし本当ならお前はこの鍵を使って何をやったんだってばよ。